北の社長のフェルトです。ハルくんです、まあ。テレビとか、そのネットとかで流れているので、まあ、皆さん分かってると思うんですけど、僕らの故郷である北海道が、今日のね、深夜3時ぐらいに大きな地震がありました。で僕の家族は、とりあえずは、まあ、大丈夫だと。いろんなこの防災グッズとか、用意して、あとは食料も確保して。まあでもやっぱり、こう、薬局とか並んでる人が多くて、まああまり満足には買えなかったと。まあうちは、まあ一応うちも無事で、うん、水道も断水してるところもあるみたいで、うん、周りでは。あとコンビニがもうスッカスカで何も買えない状況になってるみたいで。でも今は一応無事。たった今、ほんと、LINE 来て、電気、うちのところは復旧したみたいですね。で、今回こうして何動画を撮ってるかというと、まあ皆さんからはたくさんね、心配をいただいて、僕らの家族の状況を伝えるということと、まあこの動画を見えてるかわかんないんですけど、まあ地震来たら、まずは何をしなければいけないかっていうのを、まあ簡潔にこの動画でまとめて、説明したいと思います。ブレーカーを落とすこと。ブレーカーを落とさずに、こう物とか、こう地震で倒れちゃった場合に、急にこの電気が復旧した時に、電化製品が、うん、こうパッてついて、それで火災が起きてしまうっていうケースが非常に多かったらしくて、まあそういうのを、防ぐために、まあ、ブレーカーを落とすと。ブレーカーを落としていけば、まあ、まずは大丈夫なので。で、iPhone の場合のバッテリーの節約方法として、設定の方からバッテリーのところに行くと、低電力モードっていうのに設定できるので、右上の、充電マークが黄色くなってれば、低電力モードにできてるってことなので、簡単な話なんですけど、画面の明るさを最小限まで暗くすること。あとは、後ろで、使われてるそのタスクバーっていうツイッターとか LINE とか裏で動いてるのを全部ちゃんと削除しておくこと。通知を切る。設定の画面に通知っていうのがあって、通知のところに全部今自分がダウンロードしてるアプリが全部あるので、そこから一つ一ついらない通知を切っていく。で、Android の場合なんですけど、設定画面からバッテリーを選択して、その緊急省電力モードっていうところを有効にすればバッテリーが長持ちするので、うん、まずはこれをやっておくべきだと思います。で、あとは、まあ、iPhone 同様画面を暗くするのと、あと Wi-Fi とか Bluetooth を切るのをお勧めします。これ念のためなんですけど、まあ、その僕らの友達もやってたんですけど、 LINE の一言のとこに、どこどこに避難してますとか、まあ、被害時に役立つ情報を、まあ、そこに書いておくのも、まあ、一つの手だと、ていうか助け合いと思います。で、今、北海道内すべての公衆電話も、無料で開放してるらしいので、うん、まあ、もしね、まあ、近く、まあ、並んでるかもしれないんですけど、そうだね、まあ、もしね、まあ、連絡手段、まあ、本当にスマホとか切れた場合は、利用してみてはいかがかなと思います。というわけで、これ撮影してる時は、今、14時ぐらいなんですけど、うん、まあ、ここからね、どんどん状況変わってくると思うので、まあ、そういった時は、まあ、逐一、というか、概要欄に役立つ方法とかのリンクを、随時更新していくので、まあ、そのサイトに飛んでもらうか、まあ、それを他の人に、まあ、広めてあげてほしいなと思います。まあ、僕らもね、こう、すべての対象とか今ここで言うのも、まあ、ただでさえこう、スマホのね、もしこれを必要として見てくれてる人は、まあ、電池とかを抑えなきゃいけないので、まあ、あまり長々喋っても仕方ないので、必要な情報は概要欄にまとめておきます。まあ、本当にね、まあ、これがまだ余震の段階かもしれなくて、まあ、本震もね、まあ、来る可能性も十分あるとのことなので、まあ、本当に不安で仕方ないんですけど、まあ、まずはその本震に備えて、まあ、十分な準備をしてほしいなと思います。まあ、僕らも本当に北海道が、まあ、故郷ですし、まあ、大好きなので、まあ、これ以上被害がね、まあ、大きくならないことを本当に願ってますし、うん、まあ、本当に皆さんにね、協力してもらって、まあ、一人でもね、多くの人を、まあ、救いたいなと考えているので、今回こういう動画を投稿しました。皆さん本当に、まあ、心配してくれるというか、そう、うん、まあ、たくさんツイッターとかでもね、まあ、心配してくれて、本当にありがとうございます。